これアリア・キーさんで揺れる宝塚。また衝撃な事実が発覚しましたね。元宝塚、大月ノアさんという方がいるんですね。宝塚の花組で娘役だったんですよね。大月ノアさん、桜の月のノアってことですね。その方がなんと AV デビューしたらしいです。 AV 女優デビューですね。対談後現在セクシー女優渚小雪さんに転身したのではないかと疑惑なんですけどね。でもまあ実際そうなんだろうなという、まあネット上ではそうだって言われてますけど。そんな大月ノアさんの過去、宝塚歌劇団102期生ですね。で、花組の娘役として活躍した大月ノア、2022年に去年対談したんですね。しかし最近セクシー女優でデビューした渚小雪、大月ノアではないかと話題。結論から言うと、宝塚の大月ノアさんイコール現在の渚小雪さんだということですね。考えられますと。まずインスタグラムで、渚小雪さんのインスタグラム、意味深コメント、今まで応援してくださった方に私がデビューすることでショックな思いや残念な思いをさせてしまったのかもしれません、ごめんなさいと。まあ、それはもう黒でしょうね。確実にそういうことだと思います。そのコメントから、今までもある程度のファンがいた、まあほぼほぼ女性のファンでしょうか、ね、それにショックな思いをねさせてしまったっていうことですよね。2016年に入団して2022年に退団されるまで花組、まあ、ずっと花組なんですね、の娘役として活躍してたってことですね。そして宝塚退団後、だから去年退団してショップ店員をしてたんですね。アパレルなんですかね。2022年退団したらショップ店員として働いてた。トレアートアワーセルフっていうんですか、ちょっとわかんないです。なんかそういうショップで働いてたんね。可愛い系の服を扱っている、まあやっぱショップなるアパレル系で働いてた。まあ僕は他のネット情報で見たんですけど、多分それで食っていけなかったんでしょうね。風俗で働いてたって出てますね。だからまあそこからスカウトされたのかどうなのかわかりませんが、まあなんかそういうのにあまり抵抗がない方だったんじゃないですかね。まあめちゃくちゃ可愛い方ですよ。まあ今は隠してますが、そのうち出るんじゃないですか。宝塚、宝ジェンヌが AV 女優になったみたいなね、なんか出るんじゃないですかね。セクシー女優系って、まあ、大体そうなんですけど、元のね経歴が素晴らしければ素晴らしいほどバズるんですよね。まさにそこにたどり着くんじゃないかなと思いますよ。この元宝塚で、しかも娘役で活躍してたっていうのはかなりの売りになるはずなので、出してくんじゃないかなというふうに思うんですよね。そうなると今の、宝塚のいざこざっていうんですか、今の宝塚の問題とかもますますややこしくなってきますね。何さ、事務所どっか見てみさ。ああ、なるほどなるほど。SOD ですね。ソフトオンデマンドなんですね。まあでも大手ですよ。に専属契約してるらしいですね。ああ、ファンスタープロモーションか。問題ありそうですね。